嵐のような2月が過ぎ、博士のガレージも落ち着きを取り戻してきた。日も長くなり、ガレージに向かうこの時間、空はまだかなり明るい。ああ、カオルくん、もう少し右。博士、ここら辺ですか？ああ、そう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 、その辺ね。あれ？ガレージの前でカオルさんが地面に棒を立ててる。三菱自動車、ピートの不思議なガレージ。博士、何やってるんですか？おお、なんだ新一か。あ、そうだ、もう一本のポールを持ってカオル君の5メートル先に立ってくれ。あ、はい。この辺ですか？もう少し奥。あ、ここ。はいはいはい、 OK OK。 カオル君も新一もこの場所でポールの先を地面に刺してくれ。はい。準備できた？よいしょ。あ、ちょっと待ってくれ。博士、ミットをはめてプロテクターをつけてキャッチボールでも始めるんですか？新一、1877年にアメリカで行われたカーブの実験を知ってるか？何です、カーブの実験って？野球でカーブが発明されたのは1867年なんですけど、初めの頃はボールが曲がるなんて物理的にありえない、錯覚だって言われてたんです。それで1877年にプロの投手が物理学の教授の立ち会いのもと、2本のポールを立てて、そのポールを巻いて曲がるボールを投げてみせる実験を行ったんです。カオルさん詳しいですね。古書店のおじさんがミステリーと同じくらい野球が好きで、店に野球関係の本がいっぱい置いてあるので。実験は成功したんですか？球はちゃんと曲がったんですけど、立ち会った教授は結果を認めず、論争はその後も80年間続き、カーブが本当に曲がっていることが科学的に証明されたのは1940年代に入ってからです。80年も。その実験を再現するんだ。ごちゃごちゃ言ってないで、私の球早く受けてよ。よーし、わかった、ボッコ。じゃあ行くわよ。ボッコさんのカーブどれくらい曲がるか楽しみですね。嫌な予感しかしないですね。危ない、避ける。うわー、ポールを巻くも何も、直角に曲がった。はあ、予想以上だな。次は U ターンさせてやるわ。ああ、ボッコ、実験は終わりだ。ここまで極端に曲がるとストライクにならないからな。ピッチングとしては意味がない。ちぇ、つまんないの。そうだ新一、今日はこれから野球の変化球を極めに行かないか？いいですね。 WBC の1次ラウンドでいろんなピッチャーの変化球を見たので、ちょっと興味あるかも。私は残ってカーブのコントロールに磨きをかけているわ。ボッコさんが心配なので私は残ります。ああ、そうかもな。あ、じゃあ新一、ピート、便利カーに乗れ。ピート、おいで。それじゃあ変化球を極めるたびにヒアウィーゴー。あれ、いつものルート66じゃない。ジョージ・マハリスじゃなくて変化球のナンシー・シナトラにしてみました。そこは直球にしましょうよ。やっぱ If you ever plan to motor westTravel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Fly with me down. 三菱自動車、ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース。三菱自動車がお送りします。ああ、ドーム球場の中だ。福岡ヤフオクドームだ。博士こんにちは。
うわ、元ソフトバンクホークスの大エース斉藤和巳さん。やっぱ知ってるか。斉藤さんはな、日本を代表するフォークボーラーで、アメリカのウィキペディアのフォークボールの項目にも名前が出ているんだ。すごい。斉藤さん、この新一に変化球についていろいろ教えてやってもらえませんか。もちろんいいですよ。よろしくお願いします。さんは現役時代ってどれぐらいの球種を持ってらっしゃったんですか。ストレートを含めるとカーブ、スライダー、フォーク、この4つ。やっぱり変化球によっても腕の振りだったり投げ方っていうのも変わってくるんですか。いや、基本的にあの腕の振りと投げ方っていうのは変えない方がいいし、変えずに投げれるように練習はする。変えない方がやっぱりその球種がわからないってことですか、うん、プロのレベルになるとその腕の振りでタイミングを合わせてこれるから、バッターが。だから変化球が少し腕の振りが緩くなると一流クラスはそれに対応してくるから、まっすぐと変化球は基本的には同じ腕の振りで投げるのがベスト。でも斉藤さんは得意な変化球フォークってなるとやっぱり投げやすかったりコントロールしやすいっていう部分。基本的にやっぱコントロールはしにくいボールではあるし、コントロールのことをあんまり考えるボールではないかな。まあフォークボールは落ちる球、基本的にフォークもそれチェンジアップも含めてシンカーとか、まあ、そういう落ちるボール系っていうのは空振りを取りたいボールでもあるから、基本的にはストライクからボールっていうところを練習するのが基本で、まあ、フォークボールはまあストライクゾーンに投げてしまうと落ち幅が少なくなるからバッターが対応しやすくなって、落ち幅が少ないそのフォークボールっていうのはバッターからするとちょうどいいスピードであったりになってしまうから、まあ、あまりフォークボールでコントロールっていう風には考えるピッチャーは少ないかな。まあそのベース板の上にショートバウンドを投げるっていう練習をするピッチャーが多い。甘く入ってくると本当に打ちやすい球になる。そうするともうほとんど落ちないことがあるんで、スピードもそれだけ落ちるんで、バッターからすると絶好機になるケースが多いんで、ただそれをコントロールしてた。自分で言うのもないけど。コントロールして投げるんですよね、うん、斉藤さんはフォークっていうのはフォークの中でも一種類なんですか。フォークの中にもいくつかあるんですか。まあフォークボールとスピリット、フィンガーファーストボールっていう、なんか聞いたことあります、うん、はい、っていうのが俗に言うね、2つ種類があって、まあ、普通のフォークボールっていうのはその結構こうスピードが落ちて落差がある、でもスピードがあって多少落ちるボールがスピリットって言われてる。まあ、これが本当なのかどうかは分からへんけど、周りの人が言ってるから言ってる部分もあるけど、どっちか言ったら自分の場合はフォークボールじゃなくスピリットだ。スピードをできるだけ落とさず落とす、落ち幅は小さくていい、うん、この2種類を例えば投げ分けることってできる。それをね、投げ分けてるピッチャーはおらんかな。やっぱフォークボールとスピリットどっちかになると思う。難しいんですね。まあ、フォークボールの場合はしっかりやっぱりその分落差が求めようとすると挟む幅が大きくなるから抜ける確率も出てしまう、コントロールしにくくなる、まあ、でもそれがしっかり投げることができたらもう落差が大きいから最大の武器になるし、まあ、それを今一番落差のあるフォークを投げてるのがあのホークスの千賀、お化けフォークって言われてる、はい、あれはもう昔で言うとあの横浜の大魔神佐々木さん、はい、と張るぐらいのフォークボールの落差があるから、あれはみんなが投げれるボールでもないし挟めば投げれるボールでもないんで、あれだけでやっぱり落差をつけるっていうのは、うん、簡単にはできないことですね。簡単には、うん、できひんね、あれは。でも例えば投げ方だったりその挟み方っていうのはそんなに変わらないわけですよね。挟み方はあのその人それぞれの挟み方があるのはある。やっぱいろいろどの握り方が一番落ちるのかっていうところみんな研究するから、千賀の挟み方も、まあ、ちょっと独特なものもあるし、佐々木さんのフォークの挟み方も千賀とはまた違うし、その人その人の合う合わないがあるかな。斉藤さんも現役時代はやっぱりこう握り方その挟み方っていうのをいろいろ試した中で、うん、自分に合う握り方っていうのを見つける、うん、初めはねその本当佐々木さんとか千賀みたいにその落差を求めた挟み方をしてて深く挟んでたけど、やっぱなかなかそれをコントロールすることが難しい、コントロールミスもあったから考え方を変えてそのミスをしたくないから、自分の場合はね、まあ、消去法っていうかまあバッターを抑えることがピッチャーの仕事やから、
って考えたら、まあ、バットの芯を外す、それこそあのバットの幅あるでしょ、はい、そのバットの幅を外せばいいから、そんなに大きな変化は必要ないのかなとかっていうのもあって、うん、まあ、それは大きなね、落差のあるフォークであったり、大きく曲がるスライダーであったり、カーブであったり、人よりもね、曲がるとか落ちるとか、そういう幅があれば一番の武器になるけど、それをしっかりコントロールできないことには何の武器にもならない。だから武器にするためにはそんなに曲がり幅は自分は厳しいかなって思って、まあ、そのフォークだけじゃなく、まあ、スライダーも含めて、まあ、バットの芯をどれだけ外すかっていう方向に考え方をシフトした。それで握り方を少し変えていったりとか、うん、っていう風に調節していくんですね。例えばあれだけ現役の時にいろんな試合で投げてて、うん、斉藤さんだからやっぱりその決め球はフォークだったんですか。うん、まあ、基本的にはまっすぐフォークが主体にはなってくるピッチングスタイルやけど、だからこそそれ以外の球種が大事になってくる。裏の球種って自分の中で裏って言ってるやけど、だまっすぐとフォークが主なんであればそれが表であって、カーブとスライダーが裏になって、そのまっすぐフォークを生かしたいからこそそのカーブとスライダーが大事になってくるし、そのカーブとスライダーを操れればこのまっすぐとフォークがさらに生きてくる。この表と裏をこう常にこう一体にどうやってするかっていう、両方大事ってことなんですよね、うん、じゃあバッターにやっぱ考えさせな、ね、迷わさなく。例えばフォークもあんまり投げすぎるとバッターが慣れてきちゃうみたいなこともあるんですか、ね、それもあるけど、もうそれをまた逆手にとってフォークを連投連投するともうそろそろ違う球種来るやろっていう駆け引きも出てくる。そこをもう一回フォークいくとかね、まあ、あんまりまあそういう配球はなかなかないけど、まあ、何でももうそろそろ来るんちゃうか来るんちゃうかって思わすだけでも考えるわけで、わあ、もう駆け引きですね。本当駆け引き、それはもう騙し合いやもん、はあ、なるほど。Katie Casey was baseball mad. She had the fever and she had it bad. Just to root for the hometown crew. Every cent that Katie spent. On one Saturday her young beau called to see if she'd like to go to see a show, but Miss Kate said no. I'll tell you what you can do. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I ever get back, 'cause it's root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, 'cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I ever get back, 'cause it's root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, 'cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。皆さんこんばんは。知性と野性の王国の時間です。今日はどんな知性と野性に出会えるのでしょう。早速1台の車が見えてきました。随分加速がスムーズですが、先生これはアウトランダー PHEV ですね。電気とモーターだけで走るので車内もとても静かなんですね。これぞ知性の走りといったところ。今度は砂利道を走り始めましたね。四輪制御システム SAWC を搭載しているのでどんな路面でも安定感抜群なんですね。まさに野生の走りです。白クマですか。目覚めてしまったんですね、ドライバーの探求心が。ああ、私も知性と野生が出会うとき探求心が目を覚ます。ニュー U三菱アウトランダー PHEV。 想像力をかきたてるスムーズな加速、路面を選ばない卓越した安定性、
知性と野生が出会うとき探求心が目を覚ます。 New You 三菱アウトランダー PHEV。 では次は変化球の歴史を一つずつ見ていこう。最初は何といってもカーブだ。1877年の実験の場面ですか？じゃなくて、初めて野球でカーブが投げられた1867年10月7日だ。1867年10月7日のマサチューセッツ州ウースターのボールパークに到着したぞ。ミューチュアルズとスターズというチームの試合の真っ最中だ。1867年というと明治維新の前の年か。メジャーリーグが結成されたのは1876年。これはその9年前だ。アメリカ各地でベースボールが熱狂的な支持を集め始めた頃だ。すごい観客ですね。今のうちにどんな時代のどんな言語も翻訳してくれる都合のいい装置をつけておけ。はい。 Hey! Ref's a jerk! Disaster! My grandma can do better. 審判どこに目つけてんだよ。ボールじゃないか。お金返してよ。さあピッチャーが投げるぞ。あれ下手投げ。前に歴史を勉強しただろう。投手の上手投げが認められたのは1882年からだ。1877年の実験もそうだが、この時代の投球はまだみんな下手投げだ。ああそうか。今カミングスが投げた球、途中から軌道が曲がらなかったか。まさか。でもバッターのアーチーブッシュがむちゃくちゃ戸惑った顔をしているわ。観客もびっくりしていますね。マウンドにいるあの19歳の投手キャンディ・カミングスは浜辺で投げた貝殻が曲がるのを見てカーブを発明し、この日初めて公式戦で投げたんだ。ずいぶん小柄な選手ですね。彼は体格のハンディを克服するためにカーブを編み出した。そういうことか。彼はバッターが圧倒的に優位だった時代にカーブを駆使して完封を3度も記録している。すごい。すごいだろう。では次は逆に曲がる変化球シュートの歴史を見に1903年のニューヨークに行こう。クラシックな球場だな。マンハッタンの北にあったポログラウンズだ。この球場を本拠地にしていたニューヨークジャイアンツが試合前の練習をしているところだ。博士、お久しぶりです。いやクリス。ああ、博士の友人の新一と言います。新一君、可愛い猫を連れてるね。うちのチームには猫がグラウンドを走ると勝つっていうジンクスがあるんだ。ちょっとその猫を走らせてみてくれないか。はい、もちろん。ピート、ひとっ走りしておいで。博士、新しい変化球フェードアウェイを投げるので受けてもらえませんか。ほほー、喜んで。なんか頭の良さそうな選手ですね。ジャイアンツの名投手クリスティ・マシューソン、メジャー初の大学での選手だ。へえ。ではよろしくお願いします。おお、ほほほほ、利き腕方向に鋭く曲がって素晴らしい変化球じゃないか。どこで覚えたんだい。ニグロリーグのルーブ・フォスターから教わりました。この球があれば300勝は固いよ。ありがとうございます。ちょっといいんですか、そんな無責任なこと言って。大丈夫だ。マシューソンはこの後フェイドアウェイを駆使して最多勝を4回、最優秀防御率を5回取り、生涯勝利数373を上げるんだ。知ってるもん。ああそうか、結果分かってますもんね。フェイドアウェイが今のシュートなんですか。実はアメリカにはシュートという球種は存在しない。カーブと真逆の軌道を描く球がスクリューボール。
直球の軌道からカーブと逆方向に落ちる球がシンカー。今マシューソンが投げたフェードアウェイは、ま、今でいうスクリューボールだ。ゲームのパワプロではスクリューボールは左投手専用の球でしたけど。ああ、そのゲームのおかげで日本ではそう思っている人が多いみたいだがな。スクリューボールを開発したルーブ・フォスターもクリスティ・マシューソンも右投手だ。そっか。マシューソンはな、大学を卒業したためプロとしてはキャリアが出遅れていた。だからこそ当時は垣根が高かったニグロリーグの黒人投手に教えを請うて、スクリューボールをマスターし球史に残る大投手になったんだ。変化球って何かしらのハンディを抱えた選手が編み出した努力と研究の賜物なんですね。そういうことだな。ではお次はスライダーの歴史を見に1910年のフィラデルフィアに飛ぼう。ピート、おいで。コンクリートの球場だ。1909年に完成した史上初の鉄筋コンクリート製球場、フィラデルフィアのシャイブパークだ。今な、フィラデルフィアアスレチックスが練習中だ。博士。やあ、コニー。誰です、コニーって。1901年から50年、87歳になるまでアスレチックスの指揮を取り、3731勝を挙げた大監督、コニー・マックだよ。すごい。博士、いいところに来た。チーフの変化球を見てやってくれ。ああ、いいとも。チーフ、博士にニッケルカーボンをお見せしろ。わかった。いやー、すごいじゃないか。かなりスライドしてたよ。この球のおかげで過去3シーズン防御率は1点台さ。君はね、きっとまだまだ良くなるよ。そうかね。なんか不愛想な人ですね。彼の本名はチャールズ・ベンダーだがな、アメリカインディアンのオジブア族の血を引いていたために州長を意味するチーフと呼ばれていた。彼はオジブア族出身ゆえ、心ない差別を受け続け、それに対する反骨精神からニッケルカーブ、つまりスライダーを編み出し、通算212勝、生涯防御率 2.46 という素晴らしい成績を残した。スライダーもある意味ハンディを跳ね返すための努力と研究の賜物だったってことですね。そう。そして彼のスライダーは1940年代の大投手ボブ・フェラーに引き継がれ、メジャーリーグ全体に広まった。スライダーが普及したおかげでな、打者の打率は平均 2,3 分は下がり、4割打者は2度と出なくなった。わあ、オジブア族万歳って感じですね。では次はフォークボールだ。ここ日本じゃないですか。1922年の11月、早稲田大学戸塚球場だ。フォークボールって日本で発明されたんですか。うん、いや待てよ、相手はアメリカのチームみたいだな。この年ボストンレッドソックスのハーバード・ハンターという選手がメジャーリーグ選抜を率いて来日し、早稲田と試合をしたんだ。早稲田が0対10で負けてますね。9回裏の早稲田の最後の攻撃だ。ベンチにハーバード・ハンターがいるから話を聞きに行こう。やあ、ハンター、試合中にちょっと失礼するよ。これは博士、よく訪ねてくれたね。ほう、どうやらワンサイドゲームだね。でも早稲田は一昨年に比べたら確実に強くなったよ。君は確か一昨年の秋も 3A の選手を連れて日本に来てくれたよね。ああ、日本の大学チームと6試合してね。その後僕だけ1月まで残って早稲田大学のチームを指導していたんだ。日本が気に入ったのかい。素晴らしい国だよ。だからまた来たんだ。今回はどんな選手を連れてきてくれたんだい。目玉は今マウンドにいるヤンキースのバレット・ジョー・ブッシュだよ。今年のワールドシリーズでも投げたピッチャーなんだ。あとアウト一つで終わりだけど、見てみろよ。
球がストンと落ちた。ストラックアウト、ゲームセット。今投げたのがブッシュが3年前に編み出した新しい変化球だ。指を挟んで投げるのでフォークと名付けたそうだ。そっか、フォークボールの発明者はこの時代に日本に来ていたんだ。バレット、ナイスゲーム。5割の力で投げたんですけどね。俺ヒット何本打たれました？2本だ。この相手ならノーヒットで抑えなきゃダメだな。エクスキューズミー、ミスターバレット。坊主頭の早稲田の選手が一人ベンチにやってきましたよ。アイアム吉和竹内、ピッチャーオブ早稲田。 So what? Please teach me your breaking ball。 あの若者は早稲田大学1年生の竹内義和。彼はバレットのフォークを自分のものにし、3年後の1925年、19年ぶりに復活した早慶戦でフォークボールを使って慶応を完封する。フォークボールって日本に随分早く入ってきてたんですね。日本人の体格や感性に合っていたんだろうな。その後フォークボールは日本で独自の進化を遂げ、アメリカ以上に全盛を極めるんだ。その最初がこの試合だったってことか。そうだ。では現代に戻って、もう一人のフォークボールの達人に会いに行こう。誰だろう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。皆さんこんばんは。知性と野性の王国の時間です。今日はどんな知性と野性に出会えるのでしょう。加速がスムーズな車ですね。 PHEV の走りが想像力をかきたてます。知性ですね。今度は砂利道を走っています。どんな路面でも安定感抜群なんです。野性ですね。白熊ですか。はい、目覚めてしまったんですね。ドライバーの探求心が。知性と野性が出会うとき、探求心が目を覚ます。ニュー U 三菱アウトランダー PHEV。 デリカ D2 には2つのハイブリッドがあって、パパは絶賛迷い中です。ハイブリッドのキビキビとした走りいいな。でもワイルドハイブリッドのスムーズな感じもいいしな。どっちもじゃダメ。子供みたいなこと言わないの。選べるハイブリッド、三菱デリカ D2。 ねえパパ、最近ママ綺麗になったよね。もしかしてこの車と関係あるのかな。リアサーキュレーターに弱酸性のナノEを搭載。乗る人に優しい室内快適装備のスーパーハイトワゴン、三菱ニュー EK スペース誕生。丘の下の古書店の前だ。例えば100球にしたとしても中4日で行って、カオルさんのおじさんが店の中で誰かと話し込んでいますね。相手は横浜 DeNA ベイスターズの前身、横浜太陽ホエールズの元エース遠藤和彦さんだ。ああ、横浜のピッチングコーチを長く務められていた方。ではここから話を盗み聞きしよう。遠藤さん、そもそも小学校から野球やられてたんですか。いや、私は小学校は野球やってないですね。あ、じゃあ中学から。そうですね。あ、部活でですか。はい。ポジションは、スタートは外野です。外野。外野、内野、ピッチャーです。どこからピッチャーに。専門はやっぱり高校の2年の秋からですね。あ、え、2年の秋から。はい。大学は最初からピッチャー。そうですね。東海大でいらっしゃいますよ。ってことは原光監督は4年の時に来られました。ああ、そうですか。あの辰徳と一緒にですね。あ、じゃあ遠藤さんは4年の時に原辰徳さんが1年生。そうです。で、大学時代はストレートとカーブだけだったんですか。そうですね。ここぞという時にカーブは投げられてました。投げてましたよ。じゃあ相当自信を持ち、はい、いや、自信があったというよりも、ええ、やっぱりストレートがその140も145も出てませんから。え、僕は本当の大学時代でも135ぐらいしか放ってないですね。あ、そうですか。ですから、どうしてプロに声がかかったかっていうのは私自身も疑問なんですよ。そうなんだ。はい。
でその時まだフォークボール投げてないんですね。投げてないです。どこら辺でフォークボールを身につけようと思われたんですか。1年が終わりまして、はい、担当スカウトからなんか落ちるボール放れないのかって言われた時に、いやフォークはちょっと遊びでやったことがあります、じゃあそれ練習したらどうだ、で2年目のキャンプに練習をしたんです。フォークボール投げるのに何か有利不利とか、よく指が長いとよく挟まるんじゃないか素人考えと思いますけど、僕はよく言われますけど手が大きいですね、大きいですね、こう合わせますとね、ほとんど一般の方と変わらないぐらい小作りなんですよ。ちょっといいですか。はい、多分そんな変わらないはずです。あ、俺の方が長いや指、はい、びっくり。ただ開くトレーニングはしてたもんですから。それは別にフォークと関係なく。いや、フォークを放るためにですね。あ、そうなんだ。ちょうど私が入った1年目2年目のキャンプの時にですね、キャッチャーの辻さん、辻康彦さんっていう、はいはい、阪神時代江夏さん村山さんのボールを受けてたキャッチャーなんですけど、で村山さんがそのフォークを放るために、はい、わざわざこの何て言うんですか、水かきっていうんですかね、このよく指と人差し指と中指の間、はい、ここを切ってまで広げるっていうような努力をしたって聞きまして、うん、やっぱりこう開かなくちゃいけないんだなっていうことで その指のストレッチって言いますかね、関節のストレッチって言いますか、常に開く開くっていうトレーニングは自分でやるようにして、ボールがスッと入るようにはやりました。これ人間ってこういう風に人差し指と中指って何度も開いてるとだんだんやっぱ可動域というか、いやそれはやっぱり右手にすごい開くんです、左に比べたらやっぱり右の方が開きますんで、びっくり。それ直角以上に開いてますよね。ちょっと開いてます、はい。それは、まあ、トレーニングは常にフォークボールを挟んだ時に、はい、挟んでる力ってやっぱり重要なんですか。私はそれほど意識したことはないんですけど、ただもうボールの中まで随分がっつり深く食い込ませるんですね、はい、やっぱりこのフォークを放るにあたっては大先輩の杉下さんがいますので、はいはい、ちょっとコツを聞きに行ったんですけど、あ、直接、はい、ちょうどフォークの神様と言われる方です。試合の時にお会いすることがあったものですから。当時どこのコーチをされてたってことですか。解説者で、はいはい、でその時にお会いした時にですね、フォークのアドバイスないですかって言われた時に、いやフォークは別に指の間から抜けばいいんだよっていうところで手をこう合わせた時にですね、杉下さん大正生まれの人なのに、はい、私よりも指一関節長いんですよですからボール本当にこう挟んで、またここに指があるんですね、ボールよりもさらに出るってこと、はい、1センチぐらい、はい、ですから挟んでそこから本当に抜けちゃうわけですよ、はい、あ、こういう人の話を聞いても、うん、自分では参考にならない、ならないなっていうところで、はい、まあ話は聞きましたけど、やっぱり自己流の投げ方なり握り方によくプロのバッターだと、もう球種が分かってれば遠藤さんが現役のバリバリの時でもほぼ打てるよと、はい、そういうもんですか、ね、ですから一時外野から次はストレート、次は変化球っていうサインを送るっていうような、よく言われてましたよね、はい、野球バリーグなんか特にありましたんで、うん、あとはもうピッチャーのそのワインドアップに入る仕草とか、セットにする時のグラブの高さのこう入り方とか、もうみんな癖が出るんですよ。でそこをしっかり分析して、あ、これはフォーク、これはストレートっていうのがもう自分としては同じようにやってるんですけども、なんかビデオを見ると微妙にその差が出てきて、もう一目瞭然で分かるっていう癖が盗まれちゃってこと、はい、私はよく広島戦になるとそれをよく言われましてですね、で広島から幼いっていう選手が来た時にも、遠藤さんのその投げる球種は入り方でもう全部読まれてました。で投げに行った時に、あ、フォークだと言って、もうフォークだって待ってて完璧に捉えたけど、完璧すぎてフェンスの手前で失速したなんて本人も言ってたことがあるんですけど、でそういうことを聞かれてからはもうこんな揺らしながらセットしたりとかですねもういろいろやれましたですね。幼いさんが広島にいらっしゃった時の監督って小葉さんでしょ多分。そうです、はい、小葉さん、遠藤さんが現役の時にいられたじゃないですか、はい、監督で、お前のは分かっててよとかって会話する、まあ、もうそれはよく言われました、ねはい、で小葉さんが監督の時にですね、はい、他のチームと対戦してて、私はもうグラブの中でこう握るわけですよ、はい、見せないようにもちろん、はいはい、だけどここからテイクバックで動けば必ず三塁コーチャーから握りって見えますよね。あ、そうか、はい、そう、三塁コーチャーがピュッと口紅吹くんですよ。あ、お前球種バレてるぞって言われて、ここで握っちゃってますから、うん、隠しようもないわけですよね。そうですよね、はい、だから何とかしろって言われたですけど、無理なことは無理じゃないですか絶対無理だ。打たれないボール放っときゃいいんだろうなっていうふうに思ってましたからね。今って禁止ですよね、そういうコーチから教えることすら、ランナーからもコーチャーからもそういう仕草はいけないっていうルールができましたんで、もう
遠藤さんの現役の時すごいよく覚えてる場面があって、巨人のクロマティがいつもピッチャーを打ち崩した時に人差し指で自分の頭を指さして、俺はお前より頭の出来が違うんだっていうポーズをよくやってたんですけど、遠藤さんがそれやり返したことあったじゃないですか。クロマティはやっぱりお前の配球なんかは俺の頭ではちゃんと読めきれるんだよっていうジェスチャーですよ。だからヒットを打った時にやるわけです。そうですよね。ホームランの時はやらないんですけど。あ、そうか、はい、ベースに立った時にピッチャーに向かって、一塁ベース立った時なんかにピッチャーを見て違うよってやるもんですから、それ遠藤さん何度かやられてたんでね。やられてますよね。むっちゃむちゃムカつきますね、はい、だからぜひそれをやりたいよねっていう話はずっとしてたんですけど、かねてから恨みを晴らそうと思って。いや、もうそれはずっとどのチームに対してもやってる映像って見てますから、日本のピッチャー舐められてるよなっていうところで、チャンスがあったらやろうぜっていう話はしてたんですけど、ボンダではできないんですよね。あのいくらこうやって頭を指さしてもピッチャーの方あんまり見ませんもんね。だから三振取ってもう目が合った時に違うよってやりたかったんですけど、なかなか三振取れないんですよ彼は。でたまたまその満塁のケースにクロマティが打席立って、ストレートストレートフォークかなんかでツーストライクワンボールというカウントで、普通ならフォークじゃないですか、はい、でそこをストレートを投げて空振り取ったんで、もうフォーク一本に狙い絞ったんですよね、クロマティは。ですから、はい、違うよお前とは頭は違うんだよっていうところでやるチャンスができたわけですよ。もうでも僕あんまり遠藤さんってそれショーマンシップっていうか派手にやれる方ではないと思ってた。いや別に派手にやったつもりはないんですけどあれがなんかその時クロマティの反応ってもう負けたぜって顔して、そうしてましたねあの時は。いいやつですね、なかなか、はい、そこは、はい、自分がしょっちゅうやってるから、しかもそれ満塁ですか、はい、ツーアウト満塁。そうです、むちゃむちゃいいシチュエーションですよ、それ、本当にそういういい場面で三振が取れたもんですから。でもこれで空振りしたら俺人差し指で頭刺してるさって思ってもいないですよ。いやそれは思ってないです本当に。三振取れてマウンド降りる時目があったんで自然に出たんですよ計画したらもっと大きくやってますよねそうかもしれない、はい、自分でも不思議ながら自然に人差し指が頭を刺してましたから。もう、ね、横浜ファン全員しびれましたよ。もう本当に留飲下げたっていうか、喜んでもらえれば最高ですけどねまあでもクロマティってそういう意味で言うとちょっといい選手ですね、やっぱりいろんな意味で野球を楽しくしてくれた。ですからよくスタジアムなんかで試合終わると正面でこうすれ違ったりするんですけど、やっぱりその日なんかもグッジョブって声かけてくれましたしね。そうなんだ、はい、モスモスいいやつだな、はい、敵ながら。Let's goで、埼玉県は和光市にある理化学研究所の情報基盤センターの前にやってきた。こんにちは博士。姫野さん、お邪魔いたします。新一、こちらは理化学研究所情報基盤センター長で工学博士の姫野龍太郎さんだ。はじめまして、新一と言います。姫野さんはな、野球の変化球を流体力学の観点から研究し、魔球を作るという本も書かれた方なんだ。姫野さん、この新一に変化球の原理を教えてやっていただけますか。はい、わかりました。姫野さんが現役の例えばプロ野球の選手から科学の観点からその変化球について相談されたりとかアドバイスを求められることってあるんですか。今ソフトバンクの監督やってる工藤公康さんから相談を受けたことがあります。まあ、その頃はベイスターズでまだ現役のピッチャーで投げてたんですけど、現役を続けたいのでもう少しなんとかできませんかっていう相談だったんですよ。でそれで何をしたかっていうと、モーションキャプチャーを使って投球フォームの分析をして、まあ、その時同じチームにいた若手の選手との比較をすることで工藤公康さんの投球フォームをですねもう少し改良することはできないかっていうようなことを一緒に考えたっ
ていうのありましたね。へえ、それで実際にこう少しフォームを変えたりとか。いや、それがですね、工藤さんってやっぱり偉大な人で、体の使い方がものすごく上手で、必ずしも体格は恵まれてはないんですよね。そんなに背高くないですし、それで工藤さんの投げ方はその体幹っていう体の中心とか、あと腰とか、あの足の太い筋肉をうまく効果的に使うことで、腕の負担が小さくなるような投げ方をされているんですよ。でそれでそのボールの運動エネルギーにどんだけ体の筋肉が生み出したエネルギーが伝わってるかっていうのを調べてみると、すごく効率的にできていて、残念ながらこれ以上改良の余地はあんまりないなと。まあどちらかというと吸収を増やすのが一番手っ取り早いかなっていう感じでした。あのもう一つ分かったことがあります。工藤さんは直球を例えば10回投げると全部同じ速度で同じ回転軸の傾きで同じ回転数だったんですよ。すごいことですよね。これは何を意味するかっていうと、コントロールにはものすごくいいんだけれども、逆にバッターから見ると同じような軌道を描いてボールが飛んでくるので、下手をすると打ちやすいかもしれないんですよ。そうか、同じだからっていう。同じだから、これ裏腹ですよね、コントロールと。そうですね、コントロールがいいとか同じ球をぴったり投げれるってことが必ずしもバッターにとって打ちにくいのとはまたちょっと別になってくる。少し違いますよね。嫌なコースを攻められれば確かにその通りだし、そのボール1個分出し入れするみたいな話がありますよね、ストライクゾーンから、まあ、それは確かにコントロールが良くないとダメなんですけど。でも10球投げて10球とも同じようなそのスピード回転数で投げることって、それも技術ですね。技術ですね、体得した技術ですね。すごいですね。姫野さんが変化球の研究をされてる中で、例えば姫野さんから見て、あ、このピッチャーの変化球なんか不思議だなとか、あ、面白いなって思うことってあるんですか？今までで見た限り黒田投手ですね、もう昨年引退されましたけれども、広島に戻ってきた、はいはい、はい、あの人の球は今まで見たこともない、ちょっとどう回転してるんだろうって不思議なボールでしたね。それは黒田選手の変化球がですか？黒田投手って大リーグが長くて、しかもうまく一球一球球筋が違うムービングボールっていうのを投げているピッチャーなんですよ。だから日本と全然タイプが違っていて、日本のピッチャーだと直球はフォーシームで綺麗に回転が整ってて、それこそ毎回同じ球筋だっていう。でそれに対して黒田投手は直球はほとんどツーシームで投げていて、ちょっと動くやつ、そうちょっと動くっていうやつをほとんど投げてるんですよね。はい、あ、じゃあ基本はそれになるんですね。基本がそれで、はい、でそれに対してバックドアを突くとかフロントドアを通すとかいうような表現をするんですけど、ストライクゾーンの右端の奥とか手前側の、 あの下側をかすめるとかいう、あの要するにストライクなんだけどものすごく打ちにくいとか、ボールに見えるような球を使って、でしかもストライクを取ってたんですよ。そういうものすごくあの気合を入れてコントロールしている球も合わせ持つ方で、で特にそのバックドアを突くってやつだったかな、フロントドアって、まあ、それ逆向きに変化するんですけど不思議でしたね。例えばシュートだとすると、はい、シュートの投げ方ってありますよね。ありますね、はい、にもかかわらずスライダーみたいな投げ方なんですよ。普通だったら反対に曲がるはずのボールを投げているのに、うん、シュート方向に変化するんで、これってどうやって投げてるんだろうっていう。あ、まあ、この今度引退したので教えてくれるかもしれませんけどそれはでも例えば姫野さんが研究してみたら球の回転とかそういうことによって解明される可能性もあるわけですよ。あの僕にとってみると、はい、そういう変化球があるっていうのは分かります。だけど投げられるかどうか別じゃないですか。あ、そっか、それが可能なのかどうか、投げることがってことです、それを聞いてから黒田選手のピッチングそれを見てみたかったですね。いやもう引退しちゃいましたもんね。まあでも逆に彼がコーチングしてそういう球を伝授するっていう、はい、可能性はありますよね。なるほど。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。皆さんこんばんは。知性と野生の王国の時間です。今日はどんな知性と野生に出会えるのでしょう。早速1台の車が見えてきました。随分加速がスムーズですが、
先生、これはアウトランダー PHEV ですね。電気とモーターだけで走るので車内もとても静かなんですね。これぞ知性の走りといったところ。今度は砂利道を走り始めましたね。四輪制御システム SAWC を搭載しているので、どんな路面でも安定感抜群なんですね。まさに野生の走りです。白熊ですか？目覚めてしまったんですね、ドライバーの探求心が。ああ、私も。知性と野生が出会うとき、探求心が目を覚ます。ニュー・ユー三菱アウトランダー PHEV。 行こう、もっと上行こう。まだ誰も足を踏み入れていない俺たちだけのゲレンデ。仲間となら、デリカとなら、もっと先へ行ける。さあ、自然を遊び尽くせ。三菱デリカ D5 冬の特別仕様車シャモニー登場。ガレージに戻ったぞ。なんか目の前をジグザグの白い線が走った気がする。どうやらボールだな。すごい速さなんで残像が線に見えたんだ。名付けて稲妻カーブ。今のが縦稲妻、次は横稲妻よ。何事ですか？ボッコさん、わずか10分で直角カーブをものにして、10分でそれを U ターンさせて、次にジグザグに進む球を編み出したんです。この球があればプロ野球で600勝ぐらいできそうだ。ちょっと博士、何を考えてるんですか？金儲けだろう、決まってるだろう。もうボッコさんを金儲けの道具にするのはやめてくださいよ。ちょっとボッコさん。何？野球の変化球はすごい発明だけど、僕恋愛は直球がいいです。あら、そう。あれ、おいおいボッコ、まだ片付けなくていいだろう。さっきの稲妻カーブもう少し見せてくれよ。変化球を投げるのはもうやめたわ。新一ったら恋愛は直球がいいだなんて。嬉しい。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りしました。恋は変化球か直球かという話はさておき、ここでリスナーのあなたにプレゼントのお知らせです。私ボッコがあなたの名前を呼んで起こす番組特製目覚まし時計を毎週抽選で3名様にプレゼントしています。私に言ってほしいメッセージを番組ホームページから送ってください。そのメッセージがみんなド M な感じですごいことになってるよ。例えばラジオネーム渡るさんの、渡る、朝よ起きなさい、起きないと窓から放り投げるわよ、とかラジオネームたぬきちさんの、りょうを起きなさい、起きないと新一、カオルともども大気圏まで投げ飛ばすわよ、とかラジオネームひばちさんの、朝よ秀樹、足で踏まれて起こされるか、足で踏まれつつ八つ咲きにされるか選びなさい、この変態、とかみんな大喜利じゃないんだから面白いこと書くのやめてよね。でも今週はとりあえずこの3名にプレゼントします。みんなじゃんじゃん応募してね。それと今週は斉藤和美さんと遠藤和彦さんのサインボールのプレゼントもあるわよ。何が欲しいか必ず書いて応募してね。